ういっしょ、ういっしょ、ういっしょ。どうも、リュウジです。今日の動画はですね、この無印良品週間が開催中っていうことで、この撮影日の段階で僕が買ったものをちょっと紹介していこうかなと思ってます。で、この無印良品週間ですね、これ開催期間が10月27日の金曜日から11月6日の月曜日までとなってます。で、オンラインストアに関しては11月7日の午前10時まで開催してるんで、今回ですね、僕がこの期間中に買ったものをね、今から紹介していくのと、あとね、普段から使ってる無印のアイテムね、結構たくさんあるんで、それらもちょっと紹介できたらなと思ってるんで、この良品週間中になんか買おうかなと思ってる人ですね、僕の動画ちょっと参考になればなと思ってるんで、ちょっと紹介していきます。一つ目がですね、これですね、横置きできるストレーナー付き冷水筒って読むのかな、なんか水筒というか、冷蔵庫に入れておいて使うようで、ちょっと買ってみました。これがですね、横置きができてで、なんかね、この部分にお茶のパックを入れて、取り出しやすいような感じのピッチャーっていうのかな、なんかこういう感じのやつ買ってみました。こちら値段がですね、定価で890円ですね。一応値段紹介していくんですけど、全部定価の値段で一応お伝えしていきます。で、これがですね、なんかこんな感じでパカッと取れて、なんかこんな感じのがついてるんで、ここにお茶のパック入れて、ここでねカチャッとして、ここにお茶入れて、水入れて、お茶が作れますよっていうやつかなっていう感じですね。僕ずっと今まで一人暮らしして、何年だ、6年7年目ぐらいになるんですけど、ずっとね、家水しかなくて、なんか気分的にちょっとそろそろお茶飲みたいかなみたいな、何年目で言ってんねんって話かもしれないですけど、なんとなく気分的にお茶が飲みたくなったので、これをちょっと買ってみました。なんかこれがですね、一応横置きもできるっていうみたいな感じで書いてるんですけど、僕は冷蔵庫のこの側面のドアポケットのところに置くかなっていう感じですね。これは一応冷水専用になってるんで、熱湯とかは入れれないで、水入れてお茶入れて、2時間ぐらいですかね、つけておく感じかなと思います。これ他に2リットルのサイズもあるので、用途に合わせて使っていったらいいかなっていう感じです。で、これ素材に関してはプラスチックアクリル樹脂が使われてるんで、ガラスじゃないんでね、割れることはないかなっていうところで、その辺も使いやすいかなっていうところでちょっと買ってみました。これが1つ目です。次2点目がこれですね、また同じボトル系の感じのやつなんですけど、これがですね、メモリ付きドリンクボトルですね。これがですね、 350ml のサイズのタイプです。これ色違いで蓋が白のタイプもあるのと、あとですね、サイズがもう一つ大きいね、 500ml のサイズ感もあります。これの値段が定価で190円になります。かなり安いですよね。これ蓋外していくとこんな感じで、内側にね、もう一個内蓋っていうのかな、こんな感じの蓋がついてて、これね、取れるようになってます。こんな感じで、これがね、取れるんで中身洗いやすいし、水を飲むときはこっち側から飲むことになるんですけど、これね、結構飲むときこの上の方ちょっとちょぼというか穴が開いてると思うんですけど、こっからもうたまに水が出てくるんで、鼻とかちょっと顔にかかる場合もあるんで、飲みやすいかって言われるとあんまりそうじゃないんで、そこはね、ちょっと買う前に気をつけた方がいいかもしれないです。値段が安いので買ってるっていう感じですね。このドリンクボトル僕リピ買いしてるんですけど、気に入ってる点としては、メモリがついてるのと、あとはね、このサイズ感がね、結構絶妙で気に入ってるところはあります。で、これたまにですね、出先でなんかプロテイン入れて、水とか入れてシェイクするプロテインシェイカーとしても個人的に使ってて、全然ね、それでも使えるというか、水入れて振っても水とかね、飛び出ないようになってるんで、これちょっと水入れてこようか、ちょっと水入れてきます。はい、今これちょっと水入れてきたんですけど、プロテインシェイカーとして使う場合ですね、結構シェイクすると思うんですけど、こんな感じで振っていっても、全然ね、水がこぼれ落ちることはまずないんで、僕が使ってる限りは今のところないんで、全然ね、シェイカーとしても使えるかなと思います。で、余談なんですけど、こういうね、プロテインシェイカーね、プロテイン飲む人は持ってるとは思うんですけど、これ高さがあって、割とこの厚みもあってっていうね、だいたいこういうサイズ感のプロテインシェイカーが多いと思うんですけど、プロテイン飲む時ってね、全然ね、このサイズ感いらないというか、だいたいこれ1回で、水とか牛乳入れる場合は150とか、言っても200とか入れる場合が多くて、それをねシェイクするだけなんで、正直ね、このでかいサイズいらないんですよね。っていう感じで言うと、こっちのね、無印
印のメモリ付きドリンクボトルだと、この薄さと高さ、このコンパクトさで350入るんで、サイズ的にはね、僕的にはこれでジャストというかちょうどいいくらいなんで、プロテインシェイカーとしても全然使えるっていうところですね。結構これおすすめです、プロテイン飲む人とかに関しても。でこれ水飲む時ですよね、ちょっとわかるかな、今ここにね水滴があるんですけど、ここ見えるかな、ここね水滴が結構転がってると思うんですけど、ここの穴の部分からこうね水が入ってくるんで、飲む時にここからね水滴が鼻とか顔にかかる場合があるので、ちょっとね飲む時に気使った方がいいかなっていうところです。これは実際に使ってて結構感じてます。はい、そんなところで2つ目はメモリ付きドリンクボトルでした。はい、次3つ目はこのスポンジですね。これがウレタンフォーム3層スポンジ3個入りで、こちら値段が299円になってます。これは僕初めて買うんですけど、特別買った理由っていうのはあんまりないです。なんとなく目に入ったんで買っときました。これもう一個ねグレーの色味もあったと思うんで、このホワイトとグレーの2色展開って感じですね。一応ね中身はこんな感じなんですけど、ちょっと白で飛んでるかもしれないんですけど、まあ普通のスポンジかなっていうところですね。サイズ感は僕の手に収まるぐらいのサイズ感かなっていうところです。まあ、これ今まで使ったことないんで、泡立ちとかその辺はね、まあ、これから使っていってっていうところなんですけど、まあ、このスポンジ系って大体なんかね、まあ、泡立ちがすごいじゃあなんじゃかんじゃっていうスポンジ結構あると思うんですけど、僕あんまりその辺ねなんかすごいやんって思ったことあんまりないんで、まあ、別に期待はしてないんですけど、まあ、スポンジは何でもいいかなっていうところですけど、なんかこの他にめちゃくちゃ泡立ちがいい最高のスポンジとかあったらコメント欄で教えてください。ということでこの3つ目はですね、ウレタンフォーム3層スポンジ3個入りです。で次4つ目はこの袋止めクリップってやつです。これサイズもう一個小さいのもあって、こっちはね大っていう方のサイズですね。これ5個入りで120円になってます。まあクリップっていうところでこんな感じの何の変哲もないクリップになってます。まあこういうね袋、開けかけの袋でこういった感じでよいしょまとめて、よいしょパチッと止めれるような感じのやつですね。これが5個入って120円、大きい方のサイズですね。小さい方もあるんですけど、僕が買ったのはこの5個入りで大きい方のサイズの袋止めクリップです。ということで4つ目はこの袋止めクリップでした。次はですねこれとこっちやな、この2ついこうか。5つ目6つ目に関しては最初こっちなんですけど、これがですねヘッドが付け替えれるバス用スポンジっていうことで、こちらがですね590円になってます。これねこんな感じでよいしょバリッと剥がせるようになってて、お風呂を掃除する用のスポンジですね。これがこんな感じで両方ピタッとくっつくようになってます。スポンジの両面使えるようになってて、これとセットで買ったのがもう一つこっちの、まあ、ポールになるんですけど、このポールがこれですね、ヘッドが付け替えれる伸縮ポールです。これが、税込みで790円になってます。まあ、このさっきのねこっちの方の先っちょにこんな感じでカチャッとつけれるようになってるやつですね。でこのポールつけるとこんな感じになって、ここがね伸縮できるようになってるんで、伸び縮みですねこんな感じになって、これね一番長くした状態だと、110センチかな、公式サイトではそんな感じのサイズ感表記になってるんで、まあ、これを買った理由としては、浴室の床、風呂場の床とかですね、これこんな感じでゴシゴシ磨けるなと思ってちょっと買ってみました。なんかあの風呂場の床って気づいたらわけわからんぐらい汚れてるというか、なんか気づいた時黒ずんでません？僕だけかな、僕だけじゃないはず。これはたまにねそういう時は普通にスポンジでゴシゴシしてたんですけど、まあ、こういうねポールがあるとやりやすいなっていうところで、当然まあ浴槽とか壁もねこれで擦れるんで、まあ年末にかけてね大掃除とかもしていかないとなっていうところで、まあ掃除をするぞっていう決意表明のもとちょっとこれを買ってみました。そんなわけで5点目6点目かなはこのヘッドが付け替えれる伸縮ポール
とその先っちょのやつです。7点目は同じ掃除関係で言うと、これですね、隙間掃除シリーズのなんかブラシそのままなんですけど、こういったね隙間を掃除する用のブラシですね。こちらが150円になってます。まあこんな感じでちょっと角度がついてるんで、隙間とかねちょっとゴシゴシするのにやりやすいかなっていうブラシですね。なんかこの隙間掃除シリーズね、他にもあってで、ちっちゃいブラシとかなんかその他ねヘラみたいなのもあったりして、隙間の掃除にほんとそのまま役立つようなかゆいところに手が届くねシリーズがあるんで、ちょっとね買ってみました。まあ150円で安いんで、まあこれに関してはね別に歯ブラシとかでもねいいかなとは思ったんですけど、まあ150円でちょっと目に入ったんで買ってみました。これも隙間とか掃除するようでちょっと使っていこうかなと思います。7点目はこの隙間掃除シリーズのブラシになってます。次が8点目9点目になるのかな、ちょっとわからんくなってきたんですけど、こっちがですねマイルドオイルクレンジングになってまして、これが大容量の 400ml のサイズです。これで1190円ですね。これオイルクレンジングと、あともう一つはこのハンドクリームですね。これが750円です。でこのハンドクリームがウッティっていう香りかな、これをちょっと買ってみました。でこっちのクレンジングに関しては、僕日常的にもう一個小さいサイズかな、 200ml のやつを持ってて、それをね週に 2,3 回とかなんか気が向いた時に使ってるんですけど、このクレンジングですね、男性でもしかしたらしたことない人いるかもしれないんですけど、たまにしてあげると結構ねなんか肌の質感というか、使った後とかね結構だいぶ違いが分かるぐらいにはなるんで、もし使ったことない人いたらね、これ試しで買ってみるといいかもしれないです。まあ別に無印のクレンジングじゃなくてもいいので、なんかねクレンジングたまに使ってあげると肌が生き返るような気がしてます僕は。まあもともと使ってたのもあって、これ今回ね大容量の 400ml でまあ 10% オフで買えるのでちょっと買ってみました。でもう一個のこのハンドクリームに関しては、これねウッディっていう香りなんですけど、僕もう一個ねハンドクリームもともと1個だけ持ってて、このイソップの青のやつですね。このハンドクリームね持ってるんですけど、これ確か3年とか4年とかぐらい経ってやっとちょっと減ってきたかなっていう感じだったんで、今回ねちょっと新しくこの無印のハンドクリーム買ってみました。まあ個人的にねこのハンドクリーム使うのって、まあ、冬場乾燥が結構気になる時にしか使わないので、あんまり減らないっていうのもあって、結構ねこっちのイソップのハンドクリーム3年目とかになってやっとまあなくなってきたかなっていうぐらいで、まだね入ってるんで全然使えるんですけど、なんかたまたま目に入ったんで無印でこのハンドクリーム買ってみました。で買う前にテスターでね何個か出てたんで、他にもね香りあったんですけど、このねウッディっていう香りがマジでこのイソップのハンドクリームと同じ香りというか、ほぼほぼ同じ香りがします。これまあイソップのハンドクリームとかね使ったことある人は嗅いだらね絶対わかると思うんですけど、特にこのウッティがイソップの香りそのものな感じがしてました。でちょっと手に出してみるとこんな感じで、こっちの方が無印のハンドクリームで、こっち側に関してはイソップの青のハンドクリームです。こっちの無印のハンドクリームの方が、まあ、白っぽいというかそんな感じの色味で、イソップの方は若干クリーム色みたいな感じですね。で質感的にはどうだろう、伸ばした感じで言うとベタつきとかは一切ないですね。馴染みは普通にいいかなっていう感じ、全然ベタつきがない印象はあります。何を言うてんねんっていう感じかもしれないですけど、一応まあこっちのイソップの方を伸ばしていくと、こっちはねずっと使ってるやつなんでまあ分かってるんですけど、このイソップの青のやつですね、これに関してはもう一個なんだピンク色っぽいやつあると思うんですけど、あっちより保湿力が高いのかな。でまあ値段的な話すると、こっちの無印のハンドクリームが 50g で750円で、こっちのイソップですね、こっちのハンドクリームこれ何 g 入ってんの、ちょっと今パッと分からないんですけど、こっちよりはね多くは入ってるとは思うんですけど、まあ、ここね先ちょっと折っちゃってるんであれなんですけど、こっちイソップのやつは確か3000ぐらいすると思うんですよね。こんなもの日常的に僕は買えないんで、多分これいただき物かな、昔もらった気がするやつでまあ使ってるんですけど、まあ日常的にめちゃくちゃハンドクリーム使うタイプでもないんで、あんまり自分で買うことはないかなっていう値段ですね。普段自分で使うときは全然こっちでいいかなと思います。普通に保湿も全然できると思うんで、まあちょっと手の乾燥気になる方は
無印のハンドクリーム買ってみるのもいいかもしれません。ということで8点目9点目かな、クレンジングとこのハンドクリームでした。10点目11点目になるかな、これがですね畳める仕分けケースですね。これ S と M サイズ買ってます。でこれに関してはダブルタイプの方になってます。ダブルじゃない方もあるんですけど、僕が買ったのは畳める仕分けケースのダブルの S と M サイズになります。でこれが、パッキングキューブ的なやつになってます。してこうちょっと出していくんですけど、これ僕初めて買うんですけど、畳める仕分けケースっていうことでこんな感じでくるくるっと出せれるようになっているという感じですね。こんな感じになってて、これが S サイズ、こんな感じです。これは S と M サイズですね。これが何かっていうところは別に説明しなくてもね分かるとは思うんですけど、旅行とかで使う、パッキングツール的なやつですよね。こういったとこに、服とかね入れておいて、キャリーケースとかなんかカバンとかバックパックに入れて、仕分けができるっていうことですね。こんな感じで洋服入れて、でこれが僕が買ったやつはジップが、ダブルジップになってるんで、こっちのメッシュ側とこっち側に入れることができるようになっているといった感じですね。こっち側のメッシュの部分とこっち側はね、収納部分切り分けられてるんで、こっちとこっちで別のものを収納できるっていう感じになってます。でこれがですね、ここにね最初ケースに入ってたと思うんですけど、畳める仕分けケースっていうことで、この中に収納することができまして、こんな感じでひょいひょいと畳んでいって、よいしょよいしょ、くるくるとしていって、最終この中に入れてあげるといった感じですよね。今めちゃくちゃ雑にやってるんですけど、よいしょ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 、はい、こんな感じで今めちゃくちゃ雑にやったんですけど、こんな感じでコンパクトに付属のケースみたいなところにね収納できるようになってるんで、使わない時もねこんな感じでコンパクトに収納できるんで、めちゃくちゃいいなと思ってちょっと買ってみました。これですね、僕が買ったのはグレーの色味ですねの S と M サイズを今回買ってみました。でこちらカラー展開はこのグレーの他に黒とあとオレンジとあとグリーンかな、カラー展開はねそんな感じになってるんで、あとはねこのジップの部分が、僕はねダブルを買ったんですけど、これね一つだけのタイプもあるので、そこは用途に合わせてっていう感じですけど、なんか個人的にはねここダブルジップの方が使いやすいのかなっていう感じで、ちょっとこっちを買ってみました。旅行とか出張とかで行くときね、ちょっとこれ使っていこうかなと思います。こんな感じで畳める仕分けケースのダブルタイプですね、 S と M サイズを買ってみました。で次がこの靴下なんですが、もう何点目か分かりません。11,2,3 ぐらいになるのかな。この靴下3足買ってみました。これの商品名が足なり直角パイル編み厚手靴下になります。このネイビーに赤白のボーダー柄と白に青の違った配色のボーダー柄2足と、あとはこっちの柄がない白のソックスです。なんかこんな感じでちょっとわかるかな、白で分かりにくいと思うんですけど、細めのリブが入ったソックスですね。こんな感じになってます。これが3足で990円かなのはずの 10% オフって感じですね。これは別に説明するほどもないと思うんですけど、白のソックスとちょっとねこの今回ボーダー柄を買ってみました。なんか絶妙に可愛くないですか。履き心地に関してはね、この足首のところがね直角になっていうのが結構無印の靴下が特徴的なところであるので、結構履いてて気持ちいい感じはあるので、もしね気になってる人いれば買ってみてください。ということで何点目かわからないですけど、この靴下3足買ってみました。はい、次は買ったもの最後になるんで、何点目かわからないですけど、最後はね食品になります。ちょっとざっと紹介していきます。まず一つ目はお菓子ですね。このカカオトリュフの塩キャラメルっていうのを買いました。ともう一つが、ピスタチオですね。この2つちょっと買ってみました。これ1個が350円になってます。であとはご飯ですね。ご飯系はまずご飯系の1個目はこのルーローハンと、次はこのガパオと、あとはカレーですね。この定番のバターチキンと、これ初めて買いましたね、プラウンマサラっていうやつ、
これをちょっと買ってみました。これとあとはナンを2つ買いました。1袋に2枚入ってるやつですね。このナンを買ってみましたといったところです。まあこの辺のカレーとか、ルーローハンガパオとか、あとはなんだ、まあ、この辺とかはね別に説明なんてねいらないと思うんでちょっと省きますね。であとはこのカカオトリュフのシリーズかな、このピスタチオと、塩キャラメルってやつかな。これに関してはなんか毎シーズン出てるんですか、僕全然知らなくてちょっとたまたま目に入ったんで買ってみたんですけど、ちょっと一個ずつ食べてみようかな。はい、これちょっと出してみたんですけど、見た目はねこんな感じでちょっとねなんとも言えないんですけど、こっちがピスタチオとこっちがね塩キャラメルで、もうどっちがどっちかわからんぐらいなんですけど、ちょっと食べてみようかなと思います。一応フォークで割ってみようか、半分ちょっと切ってみたいな感じで見せようかなと思って、切ってますが、特にお見せするような感じではないです。めちゃくちゃ濃厚な感じはあります。なのでまあコーヒーとか紅茶とかとちびちび食べるのがいいかなっていうところですね。誰の何の食レポしてんねんって感じやけど、自分で思ってる今、どっちも美味しいです。はい、まあ、そんな感じで最後まとめてちょっと食品を紹介してみました。でこういう時にこのね袋止めクリップが役立つっていう感じですよね。この1回で何個も食われへんやつはこういった感じで、よいしょ、こんな感じで閉じといてあげるという感じですね。まあ別に言うまでもないですけど、こんな感じで使えるんで、このね袋止めクリップ結構今買ってよかったなと思いました。はい、ということで一応ね今回買ったものはこれで全部紹介できたんで、あとですねもう日常的に普段使ってるものね何個かっていうか結構あるんですけど、ざっとねそっちのおすすめのやつもちょっと紹介しとこうかなと思います。はい、あとねおすすめというか普段使ってるものをね、あの収納ケース系のやつをねちょっと紹介していこうかなと思うんですけど、全部あげるとほんまにねキリがないぐらいあるのでパッと紹介していくんですけど、一応ね持ってるものをねちょっと紹介していくと、これがまずね柔らかポリエチレンケースの、まあ、サイズね2つ違いで持ってますと言ったところと、あとはこれね、これこいつら、これらがソフトボックスですね。このちっちゃいのと大きいのと、でこれがステンレスワイヤーバスケットですね、とこれが、ポリプロピレンケースのなんか引き出しのやつですね。この引き出し式のやつ、なんかサイズ違いというかパターン違いのやつがあるのと、あとこっちがですねちょっと今調べてるんですけど、もしかしたら今販売してないかもしれない、なんか段ボール収納用品みたいな感じのやつやったはずなんですけど、ちょっと見当たらないっていうところでこれは省きます。あとですねクローゼットの方にもポリプロピレン衣装ケースっていうのかな、あれも入ってるっていうところですね。でこの収納ケース類ですね、さっきも紹介したやつあるんですけど、あれらとか全部ねサイズ違いで何個もあったりするんで全部ね見せてるわけにはいかないんでいっぱいあるんですけど、なんかそういった収納ケースとかをまとめて買うにはねこの無印良品週間結構いいかなと思うので、そういったね収納ケースとかをちょっと考えてる人はこの機会にまとめ買いしておくのはいいかなと思います。あと使ってる系で言うとこの壁につけれる家具系のシリーズですね、これも僕結構持ってて、でちょっと紹介していくと、壁につけれる家具フックですね、これが一応洗面所にあるのと、まあ、同じ洗面所にこの家具棚ってやつかな、これ30センチのタイプがありますと、44センチもあったかな、家具棚玄関のとこにもあったはず、あそこにもつけてるのと、あとねなんかポケットみたいなやつもあったはず、こういったやつですね、なんかこんなポケット型の壁につけれる家具シリーズのやつとかね、あのベッドサイドに置いてたりするんですけど、その他ね結構壁につけれるやつね紹介した通りあるんですけど、この辺ね結構便利なんで、これらですね僕賃貸に住んでるんで、まあ賃貸でも使えるようなね現状復帰できる作りになってるんで、その辺はね気にせず使えるんで、結構壁に浮かせたりして収納することできるんで結構便利なんで、これもね良品週間の期間中に気になってる人は買って
ってみてもいいかなと思います。はい、ということでね、いろいろちょっと紹介していきましたけど、一応まあ今回僕が、現時点で購入した、無印良品の商品と、あとまあ普段使ってるアイテムをねちょっと紹介させていただいたんですけど、この良品週間ですね、11月6日の月曜日までやってるのと、あとねオンラインストアの方は7日の午前10時まで開催してるんで、まあ、ちょっとでもねなんか参考になってればなと思うんですけど、一応撮影してる日がですね10月の30日で、まあ、7日までねオンラインストアの方はやってるんで、多分ね僕はまだなんかちょこちょこ買うかなっていうところはあるので、なんか店頭で見てて気になったのはこの枕ですね。防ダニ丸ごと洗える枕ってやつ、これね結構店で見ていい感じやったんで、値段が2990円で、まあ、10% オフになるんで、これねちょっと気になってはいます。もし使ってる人いたらちょっと使用感とか教えてほしいなって感じですね。あとはなんかお菓子類結構ちょこちょこ買うかなと思います。このね結構不揃いバームシリーズとか結構好きなんで、なんかまとめ買いしちゃいそうな予感はあります。多分買うやろな。なんかもしね他におすすめなものあったら、ぜひねコメント欄で教えていただければ、ちょっと買い物の参考にさせていただきますって感じですね。まあこの良品週間ですね、あのメンバー会員というかなんか登録しておけば、あの全品 10% オフで買えるんで、まあなんか収納ケースとかなんかまとめ買いする予定がある人はね、特にこの期間に買っておくのがいいかなっていう感じですね。その他なんかちょっと大きい買い物というか、なんか今からだと布団とか毛布とかちょっと金額大きいものとかね、この機会に買っておくと結構お得に買えるかなっていう感じなんで、ぜひねこの期間ちょっと有効活用してみてはいかがでしょうかっていう感じです。そんな感じで今日の動画は以上になります。今日の動画が良ければ高評価とチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。